正木清正ヨシマサキ5月30日から1961年4月12日は日本の政治家衆議院議員衆議院副議長を務めた福島県わき郡吉間村出身小学校卒業後炭鉱の休事などを経て1921年に上京するが関東大震災で帰九1924年24歳の時北海道小樽市に移住し 鉄筋工などとして働く。小樽総労働組合に参加し、北海道地方評議会常任執行委員として、多数の葬儀を指導する。1928年の3.15事件で2年間投獄される。出獄後は、日雇い労働を経て、1931年、新労働党に参加。1934年、全札幌労働者組合の指示を得て8年ぶりとなる。 無産派の札幌市議に選出される。1936年より北海道議会議員を2期務める。1937年、運輸業を自営する傍ら社会大衆党に参加。1942年の第21回衆議院議員総選挙に、非推薦議員ながら北海道一区から出馬し初当選。戦後、日本社会党に入党し、足田内閣で、 商工政務次官。1949年の総選挙では落選したが、その次の1952年総選挙で、左派社会党から出馬し復帰。左右社会党統一後の1958年12月13日、同じ選挙区選出の C ・イクマ・サブローの辞任に伴い、第40代衆議院副議長に就任。60年安保の強行採決に反対して、副議長を辞任し、 1960年1月30日まで、勤めた。他に、衆議院運輸及び、交通委員会委員長、衆議院運輸委員会理事、衆議院運輸委員会委員などの要職を歴任した。1960年の総選挙で落選し、その翌年の4月12日死去。去年60、ジャーナリストの本沢二郎は、義理の追いにあたる。ありがとうございます。